今日は反省をしております。園芸店に行ったのはビカクシダの植え付け用に使う水苔を買うためだったんですが、ちらっと入ったコチョウランのお部屋でお買い得品のコチョウランがあまりにもお買い得すぎて衝動買いをしてしまいました。管理する場所がありません。ビカクシダを別のベランダに移してコチョウランスペースを拡張したんですが、もう今回、買ってきた株を板につけた後管理する場所がありません。管理場所確保のために、メルカリにまた出品させていただこうと思います。次の動画で出品株の紹介をさせていただこうと思っています。ご興味おありの方はチャンネル登録、メルカリの方の、フォローもしてお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。こちらの鉢を解体していきます。この花を支える支柱は、クリップで止まっている場合もありますし、今回のように、テープで止まっている場合もあります。コチョウラン専用のクリップっていうと大体こんな形をしたものが多いですね。花茎と支柱をまとめて止めるというような感じのタイプ。やっぱりこのクリップよりかは、テープの方がすっきりして見えるので、いい贈答品ほどテープを使っている場合が多いように私は個人的に感じてます。花茎と支柱を留めていたテープを取りました。この次にですね、支柱を抜いていきます。今回は返しがなくてちょっとデコボコになっているだけだったので結構簡単に抜けました。次にこの鉢から株を抜いていきます。鉢の中には、株のポットを支えるためにこういった発泡スチロールが入っていることが多いです。株は、一株ずつビニールポットに入って、植わっています。私は、花の色と植え替えた日にちが後から分かるように、全部、タグをつけて管理しています。この花は品種の名前というか、花の名前は、なかったナナシちゃんなんですけど、自分で、花の色を忘れないように、写真を撮ったりして管理してます。一応このお花はもう少し水に挿しておいて見れるところまでは見ようと思います。では次、アマビリスです。このアマビリスはもともと6578円だったものが最終的に300円になってました。まあ、私がね、あれもこれもまとめて買うって言ったら、じゃあ安くしてあげるわって言って、さらに値引きしてもらったっていうのもあるんですけど、ちょっとこのアマビリスがね、一株100円で買えるなんてこんなことあっていいのかなと思っちゃったぐらいです。でこのアマビリスは花はですね、もうほとんどしおれていますので、まあ、今回はこのお花は廃棄しようと思います。アマビリスの苗です。葉っぱに横幅があって結構丸みを帯びた可愛らしい葉っぱしてますね。アマビリスも、札をつけて管理していきます。はい、じゃあ次はこの鉢を、解体していきます。この花
結構贈答用ではよく見かけるお花ですよね。多分お花の名前もあると思うんですけど、この花屋さんでは、名前の付け忘れなのかちょっと名前がないのでわからないです。もともと2750円だったものが最終的に300円にしてくれました、お姉様。でこの鉢なんですけど、ちょっと今すごく気になったのでね、ご紹介するんですけど、この株の根元表面を隠すためにこうやって水苔が乗っている場合って結構あるんですよ。飾りで、その鉢2つの上にこれは乗せてある状態なんですけど、この葉っぱの根元もう完全に埋もれちゃってるんですよね。生産者さんのところで一株ずつ管理されてた時はすごく状態がいいはずなんですけど、こういう植え方をしてしまって、でさらにここの上から水をあげてしまったりなんかすると、この葉っぱの付け根のところに水がすごく溜まりやすいんですよね。そういう管理をしているとあっという間に株はダメになります。はい、では次はこのミディのコチョウランです。これは見た目全くアマビリスと一緒なんですけど、アマビリスって書いていないのと、元々の値段がですねちょっと安いんですよね。これが4950円なので、アマビリスとは、ちょっとお値段が違いますね。やっぱりアマビリスはアマビリスなんだな。この株は一つの花茎に対して3本の支柱を使って留めています。すごく頑丈な、作りですね。先に解体したサンパチの方はこの支柱の根元が曲がって抜けにくくしてあったんですけど、この4鉢目の、支柱はそういった、グネグネが全くありませんでした。その代わり、花茎1本に対して3本の支柱が、支えてありました。で、まあ、やり方がいろいろということですかね。はい、ミディのコチョウランの方10株終わりました。はい、では、画面いっぱいになってますね、お花が。大輪の紫のコチョウランを解体していこうと思います。花を咲かせる方に力を注いでいると、株はあんまり新しい葉っぱとか、根っことかを伸ばす方にそんなに力を使えないので、私は新しい葉っぱを出したり、新しい根っこをしっかり出して活着してほしいなと思っているので、2番花は基本的には咲かせません。はい、では解体していきまーす。支柱と支柱を支えるためのこのパーツのようなんですけど、私これ初めて見ましたね。なんかこの引っ張るとカチカチってなる、こういうパーツがあるみたいです。切った花なんですが、
なんか大変なことになってしまいました。うちで咲いてたコチョウランの花を切ったものももともと入ってたんですが、ちょっと花があまりにも盛りだくさんになりました。でこれ IKEA のすごく、重いガラスの花瓶なんですけど、重心がですね、この大輪のコチョウランを入れたらすごい前にかかっちゃうんですよね、重心が。なので、下手したらひっくり返りそうな感じです。もともと重いガラスの花瓶なのと、水を結構目いっぱい入れたので、ちょっと今、ここにこうなってますけど、ちょっと猫が触ったら倒れるかもしれないです。ちょっと後でいろいろ考えてやり直そうと思ってます。今こんな大きな返しのついた支柱が刺さってました。なかなか抜けないなと思ったら、やっぱり、はい、大輪の解体終わりました。やっぱり大変ですね。ここまで来るだけでも大変です。この後植え込み材剥がすのでまた一苦労なんですけども、この大輪の、この紫なんですけど、見るからに葉っぱがしなびてますよね。と触ってみてもちょっと柔らかいっていう感じです。もうヘナヘナっていう感じではないんですけど、一番元気な時のパンと張った感じがないんですよね。この株は、養生期間が長くなりそうですけども、すごい綺麗な色のお花なのでね、また咲いてほしいなと思います。でこれ贈答用の株を解体すると、このめちゃくちゃ支柱が出ちゃうんですよね。で私は基本板付けなので、コチョウランに支柱立てないので、支柱としては全くいらないんですよ。鉢植えをぶら下げるこういうパーツを作ったりもしてますので、支柱としての活躍は我が家ではあんまり期待されていないんですが、必要な時に針金の代わりに、めちゃくちゃ、丈夫な針金ですからね、針金の代わりに、使っていることがあります。植え込み材を、剥がす動画は、最近、出したので省きました。今回も1週間干してから根を整理しようと思うんですけど、干す時の、紐のかけ方をやります。私はいつもこの幅のある、ビニールテープを使っています。このビニールテープを、これぐらいの大きさの輪っかにして、下の葉っぱ1枚ずつにかけるような感じです。こんな感じにします。こうすると、安定してますのでね、大丈夫です。結構葉っぱの方が、重いので、変なところにかけるとひっくり返っちゃって、紐から外れたりするのでね、落ちないように引っ掛けれるといいと思います。それで、こんな風にぶら下げておきます。今回はそれぞれの花色で束にして干しています。実はアマビリスに貝殻虫がついていたので、アマビリスだけちょっとここにないんですよ。アマビリスは、貝殻虫駆除の薬につけました。今回薬剤に使ったのはこれですね、キング95マシン、マシン乳剤っていうのです。本当はオルトランが良かったんですけどね、ちょうどオルトランを切らしてしまっていたので、ブルーベリーに使っているこの薬を使ってみました。アマビリスを出したら残りはブルーベリーにかけようと思ってます。で薬剤から引き上げたアマビリスです。本当は乾かしたいので部屋の中に入れたいんですけれど、ちょっとね薬が垂れると嫌なのでね、今回は外に干すことにしました。